スポー、はい、どうも皆さんこんにちは、 MSSP でございます。さあ、というわけでやってまいりましょう。おいっす。今回はですね、はい、なんとキックンチでしかできないことを、はい、プレゼントしてくれるということで。プレゼント、プレゼント、はい、プレゼントしてくれるということなんで。プレゼンはできるけど、プレゼンツはできません。何言う、俺から物もらおうとしてる。今回はですね、あの、やっぱ FB さんちょっと服が、あまり、なんていうか、ダサいというか。いや、いいじゃないですか、これ。いや、ちょっとね、うん、そういう感じなんで、まあ僕ね、あの、服好きじゃないですか。まあ、そうですね。で、まあこう、ハイブランドの服とかたくさん持ってるんですけど、はい、ちょっとね、ハイブランドコーデで、遊んでみようと。大丈夫ですか？皆さん見てください。もう、この、もう画面で見ていただければわかるんだけど、うん、賞味俺 1.5 倍ぐらいこの時点で。なんかでかいよね、基本。でかいよな、もう。でかいですね。顔から何まで全部でかいよ、これ。そうだね。うん。まあ、それは知っての通りなんで、まあ、入らなかったらそれはそれでいいと。まあ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 。うん。うん、まあ、開けっぱでいくと。入らないものは諦めていくと。わかりました。でもね、ちょっとキックンさんのハイブランドで、どの程度ね、はい、なんかいい感じなのか、ちょっと俺も興味があるから。はいはいはい。じゃあ、お願いしていいですか、ね、はい。それでは、早速、レッツフォッシュ。息合わな、合ってない。それ、俺でも着るときめっちゃ選ぶのに。あれ、やばい。ボンレス、ボンレス。やばいやばいやばい。ボンレス。やばい、ボタン壊さないようにだけ気をつけて。いや、これギリギリだよ、マジで。マジで。どのタイミングでそんなん着るんだよ。はい、では、FB さんのファーストコーデ、はい、完成したので、はい、では、お願いします。大丈夫か、座って大丈夫。やばい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 、ちょっと危ない、やばい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 、立ち切れそう。やばい、やばい、サイズがちょっと、はい、やばいんだけど、サイズがもうここの、うん、な、ボンレス感が、ここやばい。ボタン飛びそうなんだけど、怖えな。今必死で押さえてるから。はい、こちらは全身ドルチェ&ガッバーナコーデ。へぇ、で、いってます。もう無理やり俺のドルガバの服とアクセサリーちょっと立って、これズボン、俺さっき履いてたやつなんだけど。はい、これさっき俺が履いてたやつですね。ズボンはもう、ズボンまだいいんだけど、ちょっと横を見ると結構パンパンっすね、ケツあたり、太ももとケツが。FB さん、それやっぱきついんですか。いや、きついよね、あの、油断するとマジ弾けるの。俺今、オリバーだから今。で、この上の革ジャンが、あの、マジで、あの、きついっす。俺でもきつい。あー、うん、それをよく切れたね。もうだってこれ絶対、死者もない。やばいやばいやばい。動きもしない。で、これちょっと、脱いで。脱げんの？脱げんの？やばいやばい、8キロ、8キロ。やばい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 。飛ぶ飛ぶ飛ぶ。もうすごいもん、飛ぶよこれ。飛ぶぜ、決めてみな、飛ぶぜ。飛ばそうと思ったら飛ばせるやつでしょ。すっごいピッチ、これは俺はあんまピッチピチじゃないんですよ、俺来た時。今ね、だから、うん、肺の空気を抜くことによって全然声出てない。いや、これはね、ちょっとこのレザーと合わせるのはちょっと違うんだけど、まあちょっとドルガバで無理やり合わせたらこんなになりました。もうなんか似合わねえ。まず違和感しかないよ。違和感がすごい。じゃあ早速次の第2弾いってみましょう。はい。やばいやばいやばい、でも面白いな。シャツあれにしようかな。リゾートファッション。
はい、それでは早速第2弾できたんで、はい、お願いします。いや別にいいんじゃないのこれは。これはね、もう入ってるからいいじゃん別に。うん、割とね、うん、あの着心地もいいし。あ、はいはい、俺は好きだよ。本当ですか。うん、こちらね、あのルシアンペラピネでコーデしてみました。あ、そうなんだ。はい、もうたまにね、あのいるじゃん、上長袖なのになぜか短パン。いるけど、ね。そういう感じの。でもだって下と、そういうの、これセットじゃないの？いや、セット、まあ、確かにね、多分同じコンセプトで作ってるけど、俺はセットで買ったつもりないんで、うん、一緒に着たことはない。あ、そうなんだ。バラバラに着てる。これ秋口とか着てて、うん、下は思いっきり夏場しか着てない。あ、なるほどね。うん、これ面白いくない？なかなか。でもなんかおしゃれっていうか、もうこれね、あのやっぱサイズがね、やっぱ重要だよね。これまだ着れてサイズもそんなに、うん、あのギュウギュウじゃないから、そうだね、ね、全然。うん、でもお前が短パン履いてるっていうのはちょっと面白い。まあそうそう履かないからねこれ。ちょっと短パン。ああでもやっぱコンセプトが合ってるおかげで。そう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 。うん、全然いるよこういう人。いや意外となんか見慣れてくると全然平気。でも似合ってる？うん、似合ってるけど、こんなやつ、T シャツ着てないから裸だよ。裸、まさか裸っていう。いいですね。まあちょっと、こわもて系の人で。そうだね、そんな感じの。ああ、いるいるいる、うん、そう。俺はあんま関係なく着てるけど、うん、全然こわもてと真逆の存在が着てるっていうのがちょっと面白いなと思いますね。下なんだ、何着たら面白くなるかな。逆によくそんな持ってんな。はい、それでは次3つ目用意できたのでお願いします。西川兄貴みたいな。これふざけてるんですよ。いや、これ超高級あのダウンのブランドで、あのモンクレールと下があのバレンチノのハーフパンツです。西川兄貴だってこれ。強そうだね。あの今回も例によって中 T シャツ着てます。ふざけてるよ。これはこれこうやって着るもんじゃない。だからこんな着方するやついない。完全に間違ってるもんそれ。俺さ、しかもさ、だからさ、みっともやが、俺釣りやるじゃん。だからね、大体ね、あのいくら日焼けの人もこっから先は焼けちゃう。ああ、なるほどね。ここだけ真っ白真っ白だね。かっこ悪いこれ。かっこ悪いね。確かに、まだ焼けてればね。そうそうそう。なんかね、モンクレール着る人は大抵こう、なんつうイケてるお兄さんとかお姉ちゃんが多いから、やっぱこれはね、お前が着てるっていうのが面白い。確かに。うん。いや、ちょっと、だってこんなファッションで歩いてたら見ちゃうもん。あ、入るかな。いや、入んのもんだと思う。入んなかったら、あ、そのままで。あれ？もう。上がんないよ。上がんない。あ、入るか。あ、入る。あ、やばい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 。いや、これ、パンツちょっとあれ、いや、さすがに。はい、はい、それではラストです。ラスト、はい、ラストはもう皆さんご存知の通り、僕の一番お気に入りのハイブランド、バルマンデ。バルマンデ、はい、バルマンデコーディネートしました。バルマンマンでは、どうぞ。とうとうバルマンマン登場だ。おーい。いや、でも形はやっぱいいよ。シルエットはすごい。シルエットめちゃくちゃいいでしょ。お前の持ってるね、ジャケットこんなシルエットないもん。ない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 。やっぱ腕を細く見えんだよ。まあ見えるね。そう、本当はあの下のパンツが、うん、俺が普段履いてるやつにしたかったんだけど、はいはい、履いなかった。履いなかった。一番でかいやつ、なんとかギリギリ、ね、上まで上げたら、うん、ミシって一瞬でちょっと待ってパンツ丸見え状態。それやめとこうっつって、これですら前閉まってないから。そう、これね、あのチノパン珍しいやつなんだけど、うん、なんか、はいはいはい、バルマンではあんまないやつで、ちょっと緩めで履ける
いやでもこれちゃんとこれロゴ T もね、ほらバルマン、はい、入れてみました。このジャケットコーディネート的にはいいんじゃん。そう、コーディネート的にはいいんじゃない。いいでしょう。うん、で、うん、ちゃんとサイズさえ合わせる。そうだ、俺に合わせればやっぱり、ね、これはキックンプレゼントでしょ。キックンプレゼントありがとうございます。いや、これエグいからマジでエグいから本当に。いやね、サイズさえ合えば本当にね、うん、割とやっぱハイブランド違いますね、やっぱね。いや、これが本当にかっこいいわ、かっこいい。いや、もうマジでいいファッションですよ。うん、うんうん、これで街歩いたら、どうせ偽物だろうって言われる。こんなやつが来てる。いいけど、お前偽物だろそれ。なあ、あのグラさんは。いや、でもこれいいわ。そうっすね。大体だって FB さんが着てるコーディネートの色とほぼ同じでしょ。そうだね、それも超上位版。超上位互換。まあ、というわけで、今回はキックンプレゼンツで、はい、キックンさんはですね、プレゼンツでキックンのハイブランドの服を今まで着た服を全部もらえるって。マジかよ。いらないでしょ、言うて。言うてそんないらない、まあ、入んないからね。宝の持ち腐れもいいところだから。そうはい、はい、というわけですね、はい、皆さんもぜひ、うん、ハイブランドの服お試ししてはいかがでしょうか。